食べかけのタコライスです、はい、食べかけのこれなんだっけ、ポキサラダ、なんか分からんけどね、サラダ、サラダだね、一応とりあえず食べながらなんか喋るのがいいんじゃないかっていう、もう視聴者の皆さんは僕らのね、普通の会話を聞きたいんじゃないかと、聞きたいはずだって知らんって。じゃあちょっといただきます。あ、いただきます、はい、今日はね、つい数分前にインスタに質問だけだ、載せました。ほんまにマジでランダムに来てる質問を、取り上げて、素のトークをねしていきたい、していきたい。だからこのハレー携帯に来ているやつを僕が読み上げて答えてもらおうかなと。おお、はい、とりあえず一つ目ね、まずは軽めで、人間の深みってどこから出るものなんですか？長く生きてりゃそりゃさ、人の厚みみたいなの出てくる、当然ながら12歳若い人と比べたら人生経験がシンプルに多いわけだから、いやあの時こうだったなって、既に体験したことの相談とか乗ると、勝手に厚みが出る、深みが既に経験してるから。はい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 、多分何にも考えないと生きてる人たちも年食えばそれなりに厚みは出ると思うんだけど、でも若くして恋愛でさ、人間の深みを出したいんです、この人は、きっと。で、多分若いうちに深みを出そうとしたら経験してないこともたくさん話そう。だから僕みたいな年寄りはね、いいんですよ、勝手に厚みが出るから。けど若い人がその人間の深みみたいなのを出そうとするならば、これはやったことがないものに対して深く喋ろうとする好奇心です。だって経験してないものが多いんだから、その話についていこうとしたら好奇心を持てばいいと思いませんか？確かに。それで言って思うのはさ、いろんな人の人生に関わるのも私はすごいいいことだと、好奇心に近いかもしれないけど、いろんな人の、確かに相談乗るだけでさ、私とかも例えばコウジ君でもさ、めっちゃいろんな人の相談乗るじゃん。でもさ、その人の人生を歩んでるわけじゃないけど、その人の人生の一部のそういう悩みとかに一緒に悩んで解決してとかするときに、ちょっと関わってる時間があるから、少しそのことに対する分野のことに対しても知れてるというか、少し入ってくるものあるじゃない。それはあるっす。ほんまにマジで感情移入しないと、この人がガチでどんな悩みを持ってるのかとか、ないかもね、分かんないから、だから普段こう質問とかを読みながらイメージしてるのは、できるだけその人の悩みを共有させるために、その場の匂いまで想像しようって思いながら読んでる。匂いっていろんなシチュエーションが出揃ってないと分からへんか。当然ながら匂いは分からないんだけど、匂いまで取りに行くぜぐらいの分析をするわけ、プロファイリングするの、回答するから、あ、よくそこまで読み取ってくれましたねっていうのが出てくる。なんでこう想像力とか体験したことがない、より本気で関わろうとする好奇心です。すごいいい感じにまとまってよ。じゃあ、あなたにとって人間の深みって何ですか？いろんなことに好奇心を持つことです。おお。じゃあ今可愛いと思った人はグッドボタン。グッドボタンだ。彼氏いるんですか？私でもこれずっと一貫して答えてて、一回もいるともいないとも言ってないですよ。えらい。そこはネタにしたくないし、ネタにしたとしてもいいことがない。はい、その通りです。本当にそう。だって私たちのこの恋愛系だと、いたらその逐一聞かれる。まずなるよね。だってこういうのやっても、彼氏どんな人なんですか、彼氏とうまくいってますかとか来るの。本当にそう。なる、うん、なる。それをチクイチ言ってどうすんのって話。逆にいないって言ってしまったら、お前彼氏ができないレベルの女なんだみたいな。のくせに恋愛指南しやがって。そう。だるいね。なので、いるともいないとも言いませんって答えてるんですよ。じゃあ彼氏がいるんですかって聞くやつ、頭が悪いっていうことで大丈夫。あ、大丈夫です。頭が悪いということで、はい。はい、いやでもそうよ、実際だって自分が聞きたいから聞いてるだけであって、相手が喜ぶ質問じゃないよこれって。そうだね。相手が喜ぶ質問なんだったら、せめて僕みたいな視聴者はどうやったらちょっとでもハレさんに気に留めてもらえますかとか、なんかどんな男が魅力的だと思いますかとかって聞きゃいいよこれ。待って、本当にそうだわ。どういう人を魅力的と思いますか、一言です。はい。例えば決断力とかがあるとか、提案力があるとかあるじゃないですか、そういうちょっと具体的なやつを。私が好きな、そうたまたま前の質問と被るんだけど、好奇心がすごい人。好奇心がやっぱりすごい人とは、はい、長く一緒にいたくなる。なるほど。そう、一回で終わりな人っていうのは顔で見せてくるとか、ファッションがいいとか、そういうのは分かるから。好奇心とか、ちょっと言い方変えると変態チックな人、そう見るとそういう観点めっちゃ好きだわみたいな。なるほど、ね、多分自分がね結構ね出してないだけね、めちゃくちゃ変態。変態っていうかオタクみたいなことで。あ、確かにそうそう、マニアックな部分結構多いし、オタクっぽい部分結構多いし。自分でさアートとか作ったりしてるやんか。あ、よく知ってる ね、 ね、その視点で変態やもんね。やばい。でもある意味そうか。はい、ちょっと待って、1個だけ聞きたい。一言で言うなら、コウジ君の好きなタイプ言うとしたら。あ、好きな女性のタイプ。そう。いや、僕は一言で言うと素直な人。人って別に性格が良くても悪くても、興味の対象になったり好きになることってあると思って、ただ
素直じゃなかったらいいのか悪いのかも分からない、うんうん、みんなさ性格の悪い部分とか隠したい部分を隠して取り繕って自分をこう表現するからみんな、うんうん、嘘やん、ここまでの年になるとそう嘘つかれてたらちょっと分かるわけ、なんか嘘っぽいなみたいな、それってあると思うね、みんなの、うん、けどそこであれ嘘っぽいなじゃなくて、この子はいい部分も悪い部分もガンガン言ってくれてるなって思ったら、うん、悪い部分は悪い部分でじゃあ俺はこれするよっていうカバーができるかもしれないし、うん、そこももしかしたら一緒に楽しめるかもしれない、性格が良かろうが悪かろうが素直になってくれても分かりやすいよ、うん、対策が打ちやすい、好きになりやすいから今日経験者を語る感すごいね。30歳までにしたいことは、今何歳ですかちなみに。26になりました。つい最近、つい最近26になったの。そうなんですよ。なんかプレゼント渡さなきゃ。いや、いらないよ。そういうの大事やから、大事にしてるから。本当に、うん、もうウーバー頼んでくれる。じゃあUber じゃなくて LINE ギフト今送るので。え、本当？じゃあ回答しといてください、はい、30歳までにしたいことは、うん、私あのアートで個展出したいわ。あ、それやん。じゃあ、うん、そうだ、確かに忘れてた、うん、はい、わかりました。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます、はい、こんなに粋な男性がいるとはさすがですね。はい、皆さんは LINE ギフトをね、送るっていうね、ちょっと難しいかもしれないんで、いいね、チャンネル登録、コメント。そうです、そうです、はい、嬉しい、ありがとうございます。Amazon の買って欲しいものリストに入れるなら何入れる？これは性格出ますよ。欲しいものないんだけど、私、一個あるのは画材入れるかもしれない。コピックとか？うん、コピック今集めてて、うんうん、画材と、あとはオーディオインターフェースとかギターとか、うんうんうん、そういう音楽系の機器は欲しい。入れちゃいましょう。これかなり振り聞いてるからね。じゃあ誕生日の話をして、うん、やりたいと思ってた画材とか、うん、音楽とか今までの話全部この Amazon の欲しいものリストに全部集約されるちょっと小悪魔的だったっていう。悪魔、悪魔です。大悪魔だった。悪魔、やばい。ほんまに入れてみてよ、なんか、えー、だって応援したい人いるはずやろ。私も一回もねだったことないから、 YouTube やって一回も。これね、ねだるっていう感覚じゃないんですよ。ねだるんじゃないんですよ。いやもうほんまにみんなに感謝したい。ただその彼氏いるんですかみたいなのもうざいし、例えばちょっと僕手作りでちょっとパン焼いてきたんですけどどうぞみたいなオフ会でやられても、うん、ぶっちゃけ食べたくない生もの、うん、これもらったら絶対私喜ぶんだっていうものを逆に教えてもらえたら喜んでもらえるよ。はいはいはい、そうだから、その喜ばせたい視聴者さんって絶対いるから、絶対喜んでもらうものを言ってくれた方が嬉しい。それはほんまに私が喜ぶ、じゃあそれでありがとうとか可愛いねって言われたら嬉しいぐらい、これがあったら私の生活もっと良くなるなとか、私の芸術活動がもっと色めくなるとか、うんうんうん、っていうのを教えてほしいだけ。知りたいかな。知りたい。そのインスタとかでさ、何々さんありがとうって、おかげでこういう絵が描けましたみたいな、嬉しい。それはやりたいかもしれない。確かに絶対嬉しいから。コピック100色セットいっとく。とんでもない。女性から好感度が上がる夏のお出かけスポットはありますか？まず室内をおすすめしたい。はい、そうですね、暑い。結構遊園地とかさ、動物園とかそういう大きなデートスポットみたいなのはイメージする人多いけど、私とかその女子目線からするとやっぱメイク崩れる、髪型崩れる、ね、服装困る、焼ける、いいことが一つもない。絶対来ない方がいいね。うん、で今こそそのプラネタリウムとか水族館とかベタなところで言うと他は何かあるかな。あ、私ね、ペットカフェ結構おすすめかもしれない。マジで？うん、あの個人的にっていうのもあるんだけど、そういう癒しとか可愛いものに囲まれてる空間って話す話題がすごくできやすいっていうのがある。確かにね。映画とかもいいと思うんだ。でも、うん、話さないじゃん、うん、その間に。私は映画好きだけど、人にこうやっておすすめのスポットありますかって言われた時にはまあ勧められないかもしれない。数回遊びに行った後とかに同じ趣味があって映画とかなら分かるんだけど、ペットカフェ、猫カフェとかね、うん、ハリネズミカフェとかいっぱいあるから、相手が動物好きじゃなかった場合は、でもね、水族館とか私めっちゃいいと思う、うん、雰囲気もさ、ちょっと暗めだし、確かにね、すごくおすすめ。夏とかだと女子もメイクとか気にしちゃうから、その明るいところで2人でこう会ってる時に自分大丈夫かなみたいな。いや、それはありそう。そう、今もなってるのってうん、漏れてないじゃんしか考えてないから今。ただ水族館に行きゃいいよねって思ってる人いるけど、うん、水族館で割と静か。はいはい、割とね、はい、そしたらどういう話をすればいいんですか。あ、わしら男子はね、分かった、水族館行く。行き先は決まったのは分かるんだけど、何話しちゃいいねっていう。じゃあその辺ヒントいただけると助かります。水族館で話すことか、はい、何もなくない？ちょっと待って、ちょっと待って。あかんやんじゃあ。え、でも私水族館行ったら食べたいとしか言わないんだけど。あ、でもそれは超ありやと思う。この魚めっちゃ美味しそうじゃないとか、私そういう話しちゃう。ちょっとね、ユーモアとかがあった方がいいと思う、うんうん、普通だったら魚に失礼じゃんみたいなところもさ、あえて言っちゃったりすると、うんうん、それはええやってなる。そういうところでトークテーマってちょっと個人的にね、うん、思ってるのは物いじりと人いじりをするといい。はいはいはい。人いじりって例えば、あの魚ちょっと似てるよねって似てるやん、並んでるうわ、掃除の関係やんみたいな
誰が分かんない久々に聞いたそうじゃない LINE のプロフィールそれに書いてもバレへんで、ね、みたいなさ、この人いじりって分かる、でも、うん、すごくいい物もそうやんか、それこそ長時間デートでしんどいみたいな、ね、遊園地行ったりとかした時に、いやあれさ、ディズニーのこの待ち時間のこのセットさ、これ映画でやったやつなんだめっちゃすごいやんとかっていう、物をいじる、人をいじるっていうのを続けてたらそれなりに場持ちする、いいっすよね、場持ちさせるね、だいぶ使えるテクだね。いや水族館で雰囲気がいいから、ちょっと水族館で手繋ごっかなって虎視眈々と狙ってるメンズはいるはずで、ほうほうほう、これ何回目のデートの水族館デートやったらちょっと手繋がれるぐらいやったら OK、 何回目か、私3回目だったらありかもな、3回目、うん、1、2回行ってて、お互いのことある程度知ってて、うん、3回目にしかも水族館デートって言ってる時点で、うん、女子側もある程度意識してる。なるほどね、うん、だから2回目で水族館やったら、うん、どこなら触っていいんですか、これチャラいって思われたら嫌や、うん、男子からすると、はい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 、そもそもさ、触る前提の問題だと思う。例えば、水族館なんかこう段差があるところで危ないよって言って、触るそれですいいんだ、それそうそうそう、これです、手つなごっていうのじゃなくて、ちょっとこっち見やすいよとか、ここ空いたよみたいな、あ、そうそうそう、こうやってちょっと寄せてあげるみたいなね完璧やん。恋愛経験が浅い人が抑えておくべきこと3つ。これはですね、恋愛経験が浅い人、ちょっと余談なめてさ、私最近さ、自分の動画ね、私より全然歴長いと思うんだけどさ、いろんなことを喋りすぎてわけわかんなくなっちゃってね、ありとあらゆる恋愛テクニックをもう出しまくったから。そう、でもこれ今からこれ言ったら昔言ったことと違うねとか、そうなっちゃうかなとかさって思って、一周回ってもわかんなくなっちゃったよね。あるそれ、あんまなくてないんだ。確かにさ、話のさ、スタイルとか見てても思うけどさ、結構人の Q に対して、うん、って感じで言えるじゃん、わかる、うんうん、私さ、動画でカットしてるから、うん、そうなってんだけど、最終的には、うん、まあ A かなみたいな感じなんだし、割とだから、それがね、ちょっとね、難しいね。今だからこの場で考えてもいいんだけどさ、これ含めて言おうだね、うん、はいはい、それはさ、スタイルの問題で、うん、これパッてきたら、例えば、はい、皆さん 3×7 は21。そうですね、あの IQ がね、30以下の人を除けば多分ね、パッと頭の中に数字が出たと思うんですよ、うんうん、って感じで、恋愛相談パーンって来られたら、もうこれ21やん、これ21やんって、あ、21、はいはい、わかりました、ちゃ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 ってっていう、この個性がもう出てるから、それはこれです、バーンって、なぜならこうですみたいな、はいはいはい、のがもう発想的になってて、もう曲と一緒のって感覚、うん、多分そうやってああだこうだこうだからこうなんじゃねっていう導き方って、この相手に段階的に寄り添って寄り添って寄り添って、多分こう考えてるからこうだよねっていう、うん、寄り添いが感じられるから、スタイルの違いがあるってだけで、それはそれでいいんじゃないの。本当、うん、初心者っていうか恋愛経験が浅い人でも抑えておくこと3つ、まあ、いっぱいあると思う。3つやったら、見た目、元気、工夫、若干抽象的なんだけども、見た目って命がけで伸ばした方がよくて、いやなぜなら恋愛経験が浅いって美男美女ではその状態になりにくいね、うん、まずそもそも、だって言い寄られるっていうのも恋愛経験とか、だから見た目が整ってたら、そもそも恋愛経験ちょっと積んでしまうから、恋愛経験がすごい浅い人っていうのは見た目が微妙な可能性がすごく高くて、うんうん、だからそれはちょっとおしゃれなエリアの、だ東京やったら表参道のちょっといい奮発していい美容院に行って、ちょっとイメチェンしたいんですって言って髪型良くするとか、うんうん、ちょっと、まあ、ついでに服装もアドバイスもらっていいですかみたいな、ちょっと予算あの2万ぐらいでとか言ったら、うん、あ、じゃあザラ行ってこういうの着てみたらみたいな、切ってる間にこう一緒に検索してもらって、うんうん、ってやったら見た目バーンって変わる。これって急激な変化とか。ちなみに私が思ってたのは2つ思ってて、うん、身だしなみとポジティブ、うん、あと1個は何かなって思ってた。じゃあそれってさ、見た目と元気っていうのほとんど一緒やんか、うん、びっくりしてんの。最後の工夫っていうのはそれだけちょっと抽象的なんだけど、うん、何やったら喜ぶかなっていうさ、この工夫が恋愛全くわからないやつってできてないの。わかんねえからって言って、その考えるのを放棄してる。逆にすごい、俺ちょっと女に持ってってみたいな人はパターン化してしまって、その人に対して工夫をしようっていうのが甘いことがあるから、工夫するのって大事。前これ好きって言ってたからさっていうのがあるだけで、こいつ工夫してなって思うから、そこに見た目の良さっていうのと清潔感とかとポジティブな元気っていうのがあって、工夫があったらこいつ頑張ってるよねっていうのが合格ラインにいけるから、だから浅い人が抑えておくべきこと3つっていうのは、まあまあ上位この辺かな。思いのほか近くてびっくりしたよ。ちゃんと答えれてるじゃないですか。そうね、まとめると私は身だしなみポジティブ、ちょっともう一個出したい、これ何、金金かお金ですか。男がさ、どうせ俺はモテねえんだっていう卑屈になるポイントってさ、うん、まず顔面の整い方って、俺なんか物騒やからとかっていうのと、俺身長低いからと貧乏だからなわけ。正直こう恋愛テクニックっていっぱいあるけど、この3つで持たざるものっていうのはもう俺無理やんってなると思う。個人的にもなんかお金持って
ってるかどうかというよりお金管理の方を考えちゃうの。偉いですね。その人にどれだけ使うために日頃の何かやりくりをするか、うん、そういう考え方とかもすごく大事なのかな。それ見てくれる人少ないって。ないか。少ないけど、でもさ、そういう人がいい人だよねっていう価値観でいくしかないのかも、持たざるのが、うん、結局さ、すごいお金が年収3000万ですよみたいな人が、うん、例えば5000円のプレゼント誕生日おめでとうって言って渡されても、ね、さっきの割合理論でいくとこれちょっともうちょっとさ、うん、ってなるやんか。確かに。結局さ、そのプレゼントの嬉しさとか思いやりを感じるポイントって、お前の人類共通の時間というリソースをどれぐらい割いたのかっていうのって、うん、指標になるやん。これ喜ぶかなって悩んでくれた時間とか、その金額を稼ぐために働いた時間とかさ、じゃあ金持ちって働いた時間がすごく短くなっちゃうし、5000円のプレゼントすると、これ喜ぶかなって考える時間もなかったらほんま薄っぺらいプレゼントになるんですよ、ね、で金がある人はめっちゃ工夫して時間かけてこれがいいと思ってっていう調べた時間っていうのが必須になっちゃうし、お金がないんだったらそれなりに金額をかけるだけでも俺は君にすごく思い入れがあるんだよってことが伝わる。2、3万のプレゼントをするだけでもさ、マジで頑張ってくれたってわかるから、思いを伝えるっていう、だからお互い好きになりましたねの後は結構楽かも、うん、ちょっとお金をかければ時間かけてくれてるって思われるからね。そうね。今気になる女性がいて、このようなスクショのようなことを言われたんですが、これは友達としてですか。ちょっと読みますね、うん、男ね。なんかゆっくりできたらいいよね、こんな遅い時間に帰らせられないピエンね、何かしたいことある、優しいねいつも、絵文字がないと、うん、これはふーんちゃんに会えるだけでいいレベル、わら、なのだか考えます、ふーんちゃんが大事だから、わら、私も考えます、わら、私も本当にふーん君が安心できるから、これからもよろしくって感じ、わら、うん、友達として前向きである、わら。なるほど。どうやね、返答をするときに敬語をいざというとき使う人ってちょっと引いてるっていうふうに私は結構思ってる、うん、こういういろんな恋愛の相談とか来ててもそうだけど、この人とかって女の子が全部他はタメ口なのに、うん、確信に迫るようなこと言われたときだけ考えますって言ってるのがちょっと私なんか答えな気がした、はいはい、他人行儀だね、うんうん、前向きではあるとか確信はつかないけどちょっと引いてる感じ。なるほどね、うん、じゃあ無理無理とは言わないよ男性の方がね、ちょっと探りすぎな感じが、うんうん、私はあんまりこういう LINE は好きではないかもしれない。なるほど。女子目線っていうくくりで言っていいか分かんないけど、この感じってさ、これは告白されてるの？何なの？ってなっちゃうわけ。めちゃめちゃね、これ月バレしてるもんね、ここね、うん、な、何これみたいな、言うなら言ってみたいなね。これちょっとね、こういうの深読みするの大好きなの、うん、いやこれね、女子にねって何かしたいことあるって言わせてる時点でもう終わってんですよ、うん、あ工夫がないんですよ。でこれ完全にさ、男性が女性をめっちゃ熱意を持って誘ってる状態やんこれ、うんうん、なのに提案もせずにゆっくりできたらいいよねお前何にでゆっくりしたいんっていうところが下心なのか何なのかほんまに分かんない分かんない、うん、分かんない、うん、で何かしたいことあるっていうのはこれ牽制だと思うよね、うんうん、それじゃあさ、カフェでちょっとおしゃれなカフェ行こうよなのか、うん、ちょっと飲みに行こうよっていう怪しい系なのか分からんから、うん、何かしたいことあるって言ってんのよ。そこで男の返答が、俺はふんちゃんに会えるだけでいいレベルっていう求めてない回答してんのよ、うん、会えるだけで嬉しいのはお前であって、口説かれてんのは私、誘ってるくせに考えさせるな、だし会えて嬉しいのはお前だけなの、はい、会って喜ばせなきゃいけない人が、うん、会えるだけで嬉しいって言っても相手は何の得もないから。そうね、会うっていう感じのところはさ、 OK みたいな感じじゃんここ、うん、雰囲気的に。なのに何も提案してこないし、なんかわけわからんモニモニしてるから、男らしくねえなって思ってるし、うんうん、工夫が足りねえなって思ってるはずなのに。だから友達としてとか、姉ちゃん大事だからとか、この隙バレ発言をするぐらいだったら、これ前好きって言ってたよねとか、最近これすごい流行ってるらしいからこれ行ってみひんとか、うん、屋内バーベキューに行ってみないとか、そういう提案をいくつか連発して、それいいねっていうのを引き出すまで頑張んなきゃ、頭に汗かかなきゃ、うん、確かにないっすよね。これはね、だから女の子が好きかどうかの前に、うん、多分ね、男性側が変えたら女子が変わると多分、うんうん、そうっすよ。だからまだ友達としてですかっていう質問もこれはもう論外、うん、辛口のを広げていきましょう。他の方々が同じ間違いをしないようにするために、こういう時は相手が好きそうなものを2つぐらい提示すべきだよね。ということで、はい、こうやってね、動画を緩く本音で語れるっていうのはちょっと私の中でもエモい。でも皆さんもすごいバスバス言ってくれたのめっちゃ嬉しいと思う。私結構ほんわか伝えるタイプだから、うん、本当に真逆でいい意味でありがとうございます。コウジ君の動画の方にも私が後で出るので、はい、そちらもぜひ見てください。ありがとうございます。ということで、はい、今日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。